サブタイムあーやーソリーソリーソリーメンやーめた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 8連敗8連敗クソもないやーめたやーめたごめんやーソリー強かったよな相手。ちょっとさっきのウルト確認しよう。ウルトじゃないや、アフショ8、切れねえ。勝てなかったな。明日俺もちょっとカスメシに入ろうか。じゃあ終わりだ。8連敗はガチなやです。ゼロショーマジか。あ、わしだ。わしいらん、燃やすわ。たわし、いや怖え、これちょっとわかんないとこ飛んでってるわ。まあ、学びです。学びだ。負けたんだよ俺たちは。負けました。バラント人生に。いや惜しかったな。でも全敗か。なんか最初調子良かったんけどな。ねえ、こっちや、こっちやだもん。なんでだよ。リオさんごめんな、勝てなくて。前回も俺最下位。もう俺の呪いがかかってるとしか思えん。これも違う、コーチリフトかじゃないんだよ。どっちでもいいよ。どっちかな。どっちでもいいよ。うん、だって優勝できなかったらもう意味ないもん。関係ねえか、さすがに。1位が意味ないか。1位が意味ないっすね、大会っていう気持ちでやりたいよな、マジで。不甲斐なくてすいません。っていう気持ちではいつもいるんだけどね。でもみんなとの、ね、大事だよね。やっぱ成長は楽しかったわ。あね、惜しかったね、うん、みんなで勝った感が。そう、まあ、でも俺が喋んなかった時めちゃめちゃコミュニケーション取ってたのは、うん、嬉しかったし複雑な気持ちでも確かにね。守り喋った時負けてるとかじゃないね。違う、違う、あの、そう、違うんだよね。みんな仕上がってた、多分その最後の試合に。守り良かったよね、ほぼね、あそこで、うん、なんか邪魔しちゃダメだなと思って。コーチのなんか喋ってる最中に喋るとかぶってなんて言ってるか分かんなくなっちゃうから、あ、極力喋んないようにしてたっていうのもある。でも今回も俺学びができた。俺こういう CL カップがあった時はまず2日間は絶対チームメンバーにコミュニケーション取らせるんだ。大事かも、大事かもね。まあ、確かにね。まずは大事かもな。みんなでやってみてがいいかもね。俺が全部喋るんじゃなくてまずは2日間ぐらいは俺もあんま喋らんことに決めた。これ学び、これ学び。みんな学べたね。でもだってそもそも、ね、ないもんね。いや申し訳ねーす。申し訳ねーす。ごめんね。不甲斐ないの一言にギルでござります。なんかみんな良かったんだけどな。強くて上手かったんだけど、なんかまだまだうんこだよ。他のチームの噛み合いが噛み合いがすごかったな。他のチームもね、マジで強かったわ。強かったね。ちゃんとなんていうの、いい流れの時でも適応してくるのが強いわ。やっぱやっぱ脳みそがコーチだから適応は一瞬やね。まあちょっといい勉強になりましたね。でも勉強になりました。こちらこそです。本当に楽しい思い出だけ持って帰ろうか。マジで呪いでごめん。いやいやいや、そんなことないよ。いやいや、呪いかよ。そんなことないよ。ごめん、呪っちまったよ。おうちデバフとかじゃないよ。呪っちまったよマジで。これただの呪いだったのかよ。呪いでよかった。まだ逆によかったわ。逆にね、呪いじゃなかったんだね。でマザーさんでも10で0対13からだったからな。呪いではないか。じゃあ俺らか。嘘そうなるな。逆に呪いでごめんっていう。悪者様はやめようよ。あ、泣いちゃった。インタビューある、これ俺ら。インタビューある。いらない、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 たわしインタビュー、たわしインタビュー、いらない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 。優勝したチームより騒ごうぜ。インタビュー、これインタビューって言ってマジ最高の大会でした。バランス最高、調子キャッツ。いらないでしょインタビュー。サイコパスだよそれやられたら。大会側が、俺はみんなとでも絡めてマジ良かったわ。うわ、陽キャじゃん、もう。前面って大学生かよ。いやだって絡んで、俺アークでちょっと喋ったことあるとかだけで。そうだね。タヤ以外は、タヤ以外はマジでアークだと気軽に喋りかけすぎて、ブッサにも気軽に喋りかけたし、トロちゃんにも物資もらったりしてたけど、あんま喋ってないんだ。そう、喋ってなくて、フワッチはまあちょっと喋、こういう場では喋ったことないもんね。こういう場？配信とかね。そう、配信とかでね、ゲームしたことあんまりないみたいな。そう、ゲームしたことなかったしね。うんうん、
それ以外だもんね。マジでそれは本当に俺はもう超嬉しい。どうするどうする、やることやることマジないでしょ。って見て、クリニアグループバロラント参加にありがとうございましたって書いてある。もう解散しろやってことよね。もう解散していいやつ。終わりだこれ。本日のレギュレーションは以上となりますか。終わったんだ。ひどいな、解散させられるんか。昨日もまだ大恥やってるけどね。試合は以上になります。解散していただいて結構ですみたいな。あ、じゃあ終わりだ。終わりだよ。終わりか。終わりか。飯でも食うかじゃあな。うん。飯でも食うか。一番いいわけや。一番いいわけや。梅すき焼きとか食おう。梅でパン。どこ集合？どこ集合？どこ集合？どこじゃ。どこしようか。行くよ俺。ドバイドバイ。遠すぎ。パチスロやろうよみんなで。やろうよみんなで、楽しいよ。短いはパチスロです。パチンコやったらやっぱ永遠の消防隊が熱いね。マジおもろい。もうやばいやばいやばい。スイッチ入っちゃった。永遠の消防隊は。まあ娘やな。めちゃめちゃおもろいんだ A の正体。スロットも楽しかったよ。パチンコでも教えてるからな。パチンココーチ。何円で何回で回るとかあるのよ。パチンココーチ。ボーダーがね。あるの何回で、この台は目当たってすぐ、パチンコやっぱね、これ打っても回んなかったらすぐ台を変えなきゃ負けちゃうんですよ。2試合目喋れなかったらそんな悔しかった。めっちゃ喋るやん。今たまりたまったなんかトークが。今ねもう溢れ出てる。もうここしか喋るとこねえと思って俺。ここぞとばかりに。もういろいろ試したけどめっちゃコミュニケーション最後取れてたよ。マジ抑え気味だったもんね。うん。楽しかったけど、まあ、悔しいのあるけどね。みんなバロなんて上手くなってますよ、確実に。でも本当にコーチのおかげです。本当にいやマジでコーチのおかげだよ。そう、今自分のランク帯にこう言ったと思ったら、なんでこいつフラッシュ入れねえんだみたいになるよ多分。本当に本当にこれ仕方なくあるあるで、詳しくなりすぎて、詳しくなりすぎて、もうジェットだったらなんでフラッシュぶち込めるの。俺普通に知るタイム潜ってもイライラするもん、ノラに。いや早く入れよエントリーって。そうそうそう、入れてるやんフラッシュって。確かにイブラヒムだったらもっと入ってんだから、もっと入らんほうがええってなる。マジなる。イブラヒになってるマジ。入らんからな、なかなか。だからまあ成長はね、本当ヒロトとかね、メンバーが慣れたってはね。一個上のステージに。そうだよ、どのマップも結構楽しくなっちゃう。俺のことが好きだったらそれでいいよ、それで。大丈夫、みんな好きだよ。大丈夫大丈夫。ありがとう。みんな大好きだよ。ありがとう。待てるよ。みんな大好きだね、それ。もうマイメンやで。だからそれじゃないのやめて。マイメン。チャラチャラ。テキーラ飲みて。いや。テキーラ飲みて。キロテキーラ。楽しいわ。ああ、テキーラチェイサーハイボール飲みて。二次会飲み会だよ。パーティー行くかヒロトちゃん。置いてかないでよ。酒強いアピしてる大学生みたいな。行けないよ。テキーラボトルで欲しいわマジで。一応一応。忘れようぜ一旦嫌なこと全部。記憶改ざんしよう。八連勝で。八連勝で優勝ね俺ら。ふわっちゃペンギンも記憶から改ざんされてる。改ざんされてる。ペンギン。決めちゃってるよ。タヤがめっちゃペンギンを実ってることって前教えてたのに、ごめん本番だったらペンギンなにみたいな。ペンギン。なんかしなかったって言ってた。その時のタヤの顔見て、口開いてたんじゃん口。いや多分笑ってた。マジかって。だってペンギン気をつけてってずっと言ってたのにさ、 B 側に向かって、うん、まあ、リサは分かってるからさ、分かったって反応してて、うん、だってフワッチも分かったって言ってたもん。俺もねペンギンってなってた頭の中で完全に。ね、どういうことだよ。知らないなら知らないって言ってよ。どういうことだ。確信が持てなかった。確信が。おい職場でそんな怒られるぞ、うん、そんなか。確信が持てなかったペンギンの。これだろうなっていうねやつは。うん、目視しなかったから、ね。怒られるぞそれは。あれかなーって、あのペンギンかなみたいな。はい、終わりますか。終わりました。解散。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れー。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。負けました。